ボートレース唐津、今日は終始ホーム側強めの追い風が吹く中での戦いとなりました。シリーズ初日のラストバトルです。鍋ちゃん選抜ドリーム戦第12レースを迎えています。対戦メンバーです。1号艇福岡の日高いつこ、2号艇東京の住谷健吾、3号艇佐賀の尾足瑠璃香、4号艇広島の島川光男、5号艇佐賀の安高知健、6号艇埼玉の島田健人です。市二さん、456本番も動きはなく枠なりでの待機行動です。インを伺うのが1号艇日高いつこです。前節西山貴博が G1 ダイヤモンドカップを制した23号機が相棒、バチッと逃げますか日高の陰線、そして2コースから鋭く攻めるか2号艇住谷健吾です。3コース走り慣れた地元水面です。3号艇尾足瑠璃香、初戦の挽回に燃えます。4コース5コースには全権1番時計をマークし、前半レース逃げて好発進決めた2人、4コース角が4号艇島川光男、5コース地元5号艇安高知県、そして大外からどこまで食い込むか6号艇島田健人、サイアウトです。枠なり3対3、インコースから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしましたドリーム戦第12レース、インから1号艇日高スタート決めています。その後は4号艇島川も出ていく、1周1枠逃げる1号艇の日高をまくって攻める4号艇の島川、まくり出してくる5号艇安高知、内側から2番6番バックストレッチは4号艇の島川が先頭に立っています。スタートは前提正常でした。4号艇島川トップ、2番手は2号艇住谷、追いかける6番5番、2枠トップで4号艇島川、続いて2号艇住谷の外を回して全速線は6号艇の島田、2番手は2号艇の住谷がキープ、6号艇の島田が3番手、上位の3手426、レースは2周目に入っています。1マークトップで旋回に入る4号艇の島川、続いて2号艇の住谷、内側からくるっと6号艇の島田、2番手は2号艇の住谷がかわしています。6号艇の島田が3番手、その後ろから定冠詰めてきたのが5号艇地元の安高知、さらに後ろは1号艇日高、3号艇尾足です。2周の2マーク、トップ4号艇島川、2番手2号艇住谷、その後ろ6号艇の島田が回って内側から5号艇安高知、3番手は6号艇島田がリードを広げました。先頭から4番2番6番の体型、レースは最終周回に入っています。先頭は1周1マークまくった4号艇島川光雄、最後のバック、2番手は2号艇住谷健吾、6号艇の島田健人が3番手です。上位の3艇は4番2番6番4263連単のオッズは129倍ちょうどを指しています。ラストターンマークです。今日連勝ゴール見えたのは4号艇島川光雄です。2番手は2号艇住谷健吾、3番手6号艇島田健人で間もなくゴールです。先頭4番ゴーリン、2番ゴーリン、6番ゴーリン、1番5番ゴーリン、3番ゴーリンです。